だいぶ目も綺麗になってきたよ。こちゃん、今日は北海道の帯広にどか雪が来たから、あたちおちゃんぷ連れてもらわれへんの。仕方がないやんな、歩けん。まったく。そして雪もチラッチラッと降ってるだけや、こっちは。せやけど北海道の帯広がどか雪やから、あたちは連れてもらわれへんねんな。いや、もう雪低体温症とかならなきゃいけん。だから降ってへんて。見てはるやん。じゃあ帯広やって。危ないな、こうやって言うよな。見てんな、テレビ見てんな。見たよ。ベッドの頭のガリガリなんて、うん、一緒に聞いてる。しかも動画撮ってる時に喋りかけてきはるわ。あ、こはちゃん。つめやしいんやな。今度は歩道の隙間が段差がなくなってるから危ない。いや、だから北海道やるて。関係やらへん、何よ。見てはるやん。勉強してはるやん。勉強してちもうてんな。テレビ見て、すごいでしょねと思ってんの。おばちゃん、連れてもらえれへんわ。雨コンコンやからな。雪言うてたやん。雪コンコンやからな。やっぱ雪やからな。あ、いや、降ってへんて。ほらほら、チラーっと来てる。チラーっとやろ、うん、チラーと雪が降ってたらどっか雪やねん。まあでも、今日はなんか北の方つまみやで。あ、これ北の方ちゃうしな、うん。手がこんだけしかないから、うん、シャーベット状のとこ歩いたらお腹がべちゃべちゃになるからな。そうやな。だからあかんやな。お腹冷えたらお腹パンパンみたいなもんな。腹巻きさしていく。うん、腹巻きどうでもなるからあかん。しむ。そっか。で、結局腹巻きがするやねんか、そんな。そもそも出張歴はあまりないな、あたちな。Thank you.